はい、今日はカンガンデポーションやります。2年ぐらい前に発売禁止になったゲームですが、ようやく販売が再開されたというところでダウンロードしてきました。ホラーゲームだったはずです。やっていきましょう。初めから新しく始めます。視点は動くけど歩けないですね、まだ。お、怖。老公、你还在看电视吗？跟你说，今天我买菜的时候遇到楼下的贝贝，他说他孙子最近很晚回家，哎，该不会是学坏？还好我们家美心不会这样乱跑。不然光担心哦，都不用做事。不过今天主任打来，说美心在学校又跌倒了。哎，你不要又跑到学校跟主任反映哦。小孩子本来就是跌跌撞撞才会长大嘛。哦，对了，下次提醒我买点水果送给老师。他的老师那边就整个人都变活泼了。百科事典か。这就是功德吧。お、ちょっと。现在他终于离他的梦想越来越近。这几年我们这样支持他，也总算是有回报。ドクドクしてきた。あ、あ、あ。夜かな？お、立ちましたね。ここでようやく動ける。あれ？あんなところにドアあったかな？うん。迷信の落書き。迷信多分真ん中の女の子ですよね。リホーの写真。いやいやいや。テレビ消したら余計怖いんですけど。あれ？テレビついた？アロワナ。電気がないかな。なんか光ってますけどね。でもなんか触れるところはアイコンがつく感じがするんで、台所は何もないですよね。あっちですよね。アパートになってんのかな。今日は1987年10月7日。おお。家というよりなんかアパートっぽいですよね。怖っ。
お、セーブが入った。ああ、こういうついたてになってんだね、こう、玄関は。まあ確かに中華料理店にとかに行くとこういうのありますね。あれ？同じじゃない？さっきの間取り？いや、家具の配置とかも。あ、これが多分メイシンで、こっちがリホーかな。配置的にはそうですよね。メイシン、リホー、これ主人公。まあ、しょうがないけど、しょうがないけど、さすがにね、お父さんの顔が写ってない写真はこんなに大きくはしないでしょうっていうのはあるけど、いや、なんかでも雰囲気はいいね。あれ？ 10 月7日に丸がついてるな。何かが起きますよ。アロワナ。窓の外には向かいのマンションとの間の路地が見える。ヒントはでも出てくるんだな。なんか、注意を向けると。電気はあるけど、スイッチが見当たらない。まあもちろん10月7日ですね。水曜日。お、メイシン。メイシン今身長が124センチかな？多分。7個のキリンみたいな。怖っ。メイシンの部屋。ああ、メイシンの部屋入れる。いやー、まあ、メイシンの部屋からでしょう。まだね、目的がはっきりしてない。あ、っていうか、鍵？あー、ちゃんとでも、おーおー、どうしたどうした、しまったしまったしまった。あれー、暗い。あれ？雨。おーおーおー、え、足取りも重く。ウォーキングシミュレーターですね、これだとね。あれ、傘が浮いてるぞ。え、血？いや、靴だ。うわ、なんて書いてあるんだろう。わかんないけど、多分良くないことが書いてる。絶対。うわ、怖い。こっち進んでいいのかな？いや、なんか違う気がする。あれ？あれ？なんかあっちにバンザイしてる。うわー！うわー、びっくりした、今のは。わー、すげえ声出た、今。あれ、俺なんか今年一番びっくりしたと思うな、今。あれ、消えてる。これ戻っていいよね。え？なんだこれ。ん？鍵だ。扉の鍵。ああ。1980年。ん？ちょっと遡ってるな。ああ、あれなんだ。同じ部屋を、過去に向かってる感じだね。こんな殺風景だけど綺麗だったんだ。結構広いな。誰？リコがレッドカーペットを歩いている写真。
物是人非。明明认识。ちょっと待って待って。这是朝夕所娶的家。但你就是知道。有什么不知不觉。トロフィー。好陌生。孤独的灵魂布置出了一个。まあもらえるものはもらっていくけど。鏡には自分が映って、何映ってないね。うわ、怖っ。誰もいませんよね。でもこれくらいスッキリした家の方が俺は気持ちいいな。調べる。空の水切りトレイ。アイテム欄を開くってことは何かアイテム置くのか。茶碗？おお、やっぱりだ。あれで、また時代が動いてるぞ。だって物が増えてるもんな。あれ？冷蔵庫はなかったでしょう。え？洗剤。なるべく節約。飾りだな。ここになんかあれだな。本、いや、トロフィーかな。おお、物増えとる。はあ、こういう感じか。だんだんなんか、ゲームのやりたがってることは見えてきましたが。お菓子。電気つけられない。8月8日か。ちょっと水を飲もう。よし。うわぁ、開いてるぞ。暗いぞ、そして。暗くて全然わかんないね。アイテム。あ、このリフォーの写真はどっかで使うよな。おー、ペンキ塗りました。みたいな。またここ行くの？部屋だ。ん？あ、ここに、そうでしょう。寝室が出来上がりました。アイテムは、なさそうです。開かない。ん？いや、違うな。多分、どっかで何か拾ってこないといけない気がするな。わからん。ここではないな。多分、寝室、でしょ？もしくは、外に出る？出れない。私宛ての封筒。入居儀式第1話。
亭主が植木鉢を手にし、新居の窓辺を飾り付けている。亭主微笑み、チューリップは慈悲深く気高い花だと人は言うが、まさに私たちの子にそっくりではないか。あなたは気が早いわ。この子はまだお腹の中ですわよ。早く飾り付けてご飯にしましょう。スクロール？ああ、なるほどね。長い？そうでもないか。夫婦で新居の飾り付けをしている。真っ青な壁に妻の掛け軸を飾り、木製の棚に亭主の表彰状、最後に食器を配置すると、ガラッとしていた部屋にもだいぶ生活感が出てきた。部屋の整理を終え、亭主が居間に戻ると亭主への贈り物を妻が用意していたことに気がついた。ということは、なかった。贈り物があんのかなって思ったら、進展してる感じではないよね。ここではないね。ああ、でも誘導はうまいな。何していいかっていうのすぐわかるな。何ですか、あれは。バレリーナの人形。アメ細工。何ですか、何ですか。いやいや、でもまあ、こっちではないと思うんですよね。いやー、リホ。ちょっと一瞬だけとも、この部屋の方が落ち着くわ。はぁ、怖っ。まあ、今に戻りますよね。そうですよね。どうしたどうした。贈り物？ライター？カードライター？タバコ？いや違う、ジッポー。違う、ライターだ。ライター、LT。 あ、なんかいろいろ予定書いてますけど、わかんないっすね。ライター消すともう全然見えない。メッセージカード、わ、なんか結構飛ばしちゃったな。愛しいフォン上、あなたがずっと欲しがっていたライターです。このところ引っ越しでお疲れでしょ？ゆっくり寝て休んでください。何があってもあなたを応援しています。父の日、おめでとう、妻より。妻ってあれなんだ。中国語だと、老婆みたいな印象の感じになってますね。父の日が父親節なんだ。んで、おめでとうが快楽か。はあ、はあ、子供の写真もあり。あ、これ結構高いライト。ちょっと。あ、ここあれだよ。迷信の部屋だったところだよ。なに、わかった。あー、こっち？いや、こっちだ。呼んでる、行くか。セーブ入った。なんて書いてあるんでしょうか。なぜ目を開こうとしない。あ、現実逃避してるみたいな。カニだ。俺、虎。虎年。はぁ、あります。はい。1986年と書いてある。
れ誰かいる。人形だ。こんな感じでしたみたいな。うわ、呼んでるな。うわ、いる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 。水も出てる。いらっしゃいますが、ライター消すと、あ、薄暗いけどライターあった方が明るいわ。おお、こんにちは。いやー、名シーン生まれてんじゃないの、もう。あー、ほらほらほら、ママごと遊び用の子供椅子。ここは一向に開かないですね。生まれましたみたいな。あー、これ目開くんじゃないでしょうか。アンティークドール、あー、ちょっといただいていきます。奥さん美人ですよね。で、女優さんで、で多分主人公が脚本家とかなのかな。ポラロイドカメラ、ある時亡くなったんだ。うん、なんだろうな、めっちゃリッチなシェンムーやってるみたいだわ。電気は消せません。いやー、怖っ。怖いねー。時が動くよねー。おお、ピアノが増えとる。ピアノ。このバレリーナの人形どこで使うんだろう。どっかででも使うな。あー、すげえ。すげえな、なんか。うん。あー、こういうカラーボックス、うちにもあったわ、そういえば。なんかオレンジと緑のカラーボックスあった。お父さん、お父さんとお母さん、何やってらっしゃるんでしょうか。電気消し、いや、ライター消してみましょうか。お父さん、お母さん、うえー、入れるようになってる。あ、お風呂ここでしたか。ん？楽譜？なんでこんなところに楽譜があるんだべか。あー、なんか面白いね、お風呂。へえ。換気扇あります。お風呂の電気これしかないのかな。これじゃ暗いぞ。トイレ。トイレ、汚いっすね。あ、トイレットペーパーこんな感じだったんだ、昔。へぇー。そっかそっか。あ、ロックされてるわ。また時が動きますよ、そろそろ。止まったメトロノームが。ん？ヤマハのピアノだ。振り返ったら、ああ、いなくなってるわ。
Happy birthday to you。 誕生日ケーキ、写真、写真斜めになってる。怖えな、なんか雰囲気あるな。あれ、でもここじゃないぞ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアメイシン。おー、メモ31番、選び取り。選び取りとは、赤ん坊が満1歳になった時に行う行事のこと。その昔、赤ん坊が高い確率で陽性した時代、無事1歳を迎えられる子は珍しく祝う価値のあることだった。そのため、この日にご先祖様に子が無事成長したことを報告し、一家が集まって選び取りを行う風習ができた。様々なものをこの目の前に置き、子が何を持って遊んだかによって将来の方向性や職業を占う。よく使われるものには筆、墨、紙、すずり、そろばん、くわ、印鑑などがある。類似する発音が由来で使われるものもあり、スワンは計算、スワンを得意とすることを表し、ツォンはツォンゼ、H があることを表す。この成長の方向性は親にとっての一大事であり、現代では就学前教育も重視されている。スタート地点から勝負に負けることを避けるためにも、思考や特技は幼い頃から伸ばすべきである。そうなんですか。ああ、クレヨン。なるほど、迷信は芸術家肌ですね。うん、賞状もいっぱいもらっております。あ、ロックかかってるってことは何かを見逃してますね、私。行くべきところ。重要アイテムとか。いやー、ここではないな。迷信の部屋か。ハッピーバースデーディアー迷信。今か、どこかだったな。多分この部屋も、見ましたよね。あらかた見てるんじゃないでしょうか。大丈夫そうな気がします。動作。いや、ケーキだな。この辺だ。アイテム。はあ、ここで使うんだ。そういうことか。变成大明星。精打霓虹，七彩光。四海同胞喜欢唱。小明星，全国高手齐聚一堂。你来唱，我来唱，台之上定见真章。欢迎收看《七彩新舞台》。
ですか？多分自分の部屋を行ったり来たりしてる感じだったけど、今回はなんか変わってんな。おお、名シーン。名シーン。うわー、ボールが呼んでるよ。名シーン。出てきた。手術中？あーでも部屋じゃん。あれ？ピーコさん。あ、違ったわ。1985年。あれ、ピクニックでも行きますか？あ、そっか、身長もね。笑ってんな、迷信。あれ、でも鍵が。泣いてんのか。あれ、でも鍵がかかってるっていうことはこっちじゃないな。手を洗わないと入れません。風の強い日だった。うわー、でも台風の時こういう音するんすよね、うちも。いい音するわ。手を洗わないと入れませんってことは風呂場ですよね、普通に考えたら。ん？不詳病気通知書。3年3組ズメイシン、呼吸困難のため保健室を利用、対応病院へ送り緊急処置。保護者の方へ近日中に病院でさらに詳しい検査を受けさせてください。この通知を受け取ったら早めに対応し、病院へ行ったら返信をお願いします。今後学校でのサポートの参考になりますので、お返事はお子様から保健室へ届けていただくような、いや届けていただくようお願いいたします。部屋へ洗ってこようか。入れたー。入れましたさあ。お父さんも情緒がもう。迷信。保健室じゃん。いや、手術室じゃん。迷信。あ、いやいやいや、迷信。
診断証明書、名神、10歳。1975年生まれ。X 線検査と血液検査の結果、正常、病院は見つかりませんでした。今後の診察は…アイテム、バラバラの X 線写真。何に使うんだべ。あれ？なんか、ちょっと、名神の部屋が、殺風景になっております。はぁ。破片を変える？ん？移動？ああ、そういうことか。で、アイテム。そうですよね。え？これでも全体的に合うようにはなってると思うんだよな。ああ、そうですね。プロジェクターの方向？ああ、もう分かっちゃった。ここだ。なんだ、どうした？電話来た。電話ありました？喂，陆先生，我是何老师。你的情况我了解了，不用担心。你先来楼上见我。上の階だと、うわー、エレベーターになってるというか、待合室になってるんじゃないですか。待合室になってますよ。我が家が。行けなくなってる。行けなくなってまーす。トイレットペーパーがあります。廃墟ってなんかこういう感じになるよね。今ね、我が家の近くの空き家が倒壊寸前にまで追い込まれましてね、どうしようか考えてるんですよね。なんだこりゃ、目に見えちゃったよ。もうあれ？一番奥かな。あれは名神の四年隊じゃないのか。多分。上の階に行くんですか？行けます。あれ、名神。いや、はっはっは。我が家。ああ、ちょっと調子悪くなってますね。広くなっとるぞ。
看新舞台。巨星的摇篮。现在总算到了我们儿童组挑战者的表演，一起来欣赏杜美欣小朋友为大家带来的《码头姑娘》，掌声欢迎。こっからですか。頑張れ名神。違うな。ライターが使えないときた。早っ。ソファーがな、あれ。水が